そして尾崎将司2アンダー。これどうですか、ジャンボ尾崎はここ2週連続予選落ちしてたわけでしょ。はい、それでここ決勝ラウンド、やっぱりあの決勝ラウンドというのはちょっと離れるとムードがこう変わるもんでしょうね。やはりあのトップ争いをしてるすることを標準に置いている選手にとってはちょっと自分のペースがうまくいかなくなると、ええ、やっぱり根気が続かなくなるということはありえますね。そうでしょうね、はい。まあ、ですからこの大会をきっかけにしてありえますね。そうでしょうね、はい。まあ、ですからこの大会を ということはありえますね。そうでしょうね、はい。まあ、ですからこの大会を ということはありえますね。そうでしょうね、はい。まあ、ですからこの大会をあるもんでしょうね。やはりあのトップ争いをしてるすることを標準に置いている選手にとってはちょっと自分のペースがうまくいかなくなると、ええ、やっぱり根気が続かなくなるということはありえますね。そうでしょうね、はい。まあ、ですからこの大会をきっかけにして